ですけど、すっごく面白くて、地方とかに行く新幹線の中ですぐ読んじゃいました。まあ、3年間分の努力を僕2日3日で読んで、それぐらい面白く読ませていただきました。よくわからない箱に入れられた誠一は仲間と共に成長していく男なので、もちろん仲間も大事ですし、自分の才能、自分が気づいていない自分の力を持ちながら戦っていくんですけど、そういったところを意識しながら、この誠一という役目に最初は全くつかめなかったので、どういうふうにやればいいのか、やった後につなげてみて監督と相談しながら、ここ書いてもいいですかとか話をすることができたので、相談し合って役を膨らませていけたので良かったです。ゲームを見くびるな。はい、今ちょっとだけ前や。OK です。はい、ありがとう。何回で